ラドラン形式のバルンガン楽器、ゴングはゴングアグンを示す。コロトミー構造なしのバルンガンの再現メディオンゲンバルンガンは英語で骨格という意味であり、ジャワガムランにおける基本となるメロディや骨格たる旋律的輪郭のこと。バルンガンはガムラン音楽がヘテロフォニックであるという考えに基づき、その中で変装されていくメロディとなる。また、 演奏者がその内側で感じるメロディの用紙となり、ジャワ音楽で最もよく演奏されることが多い部分でありながら、単に演奏で使われやすいというだけの部分でもある、というものである。バルンガンに近いものをよく演奏するサロンとスレンテムを総称して、バルンガン、またはバルンガン楽器と呼ぶこともある。これらの楽器は通常バルンガンを演奏するが、 様々な技法でバルーンガンを変装することも可能である。ほとんどの演奏家はバルーンガンはガムラン音楽に必須とするが、どの楽器もバルーンガンを演奏しない状態で音楽を奏でることも可能ではある。バルーンガンについては様々な定義が提唱されていることもあり、長らく論争の種となっている。1オクターブしかないサロンで演奏されるメロディとされることもある一方、 他の楽器での演奏型から導かれるより広い、テッシュトゥーラによって定義されることもある。こういった複数オクターブにわたるメロディは、ガムラン音楽で用いられる、数字譜であるケバチーハン記法により表記される。関連して、スマーサムが使用するラグという言葉もある。これはしばしば、内側のメロディと解釈され、複数オクターブのバルンガンやより、暗優的なメロディのことを指し示すことができるが、 どちらの用法についても決まった合意はなく、和者や文脈により異なる使われ方をされている。スマーサムによれば、バルンガンという用語は、寄付法が導入されて、すぐ、寄付法や理論、音楽の伝授により用例で使われ出したとされる。ありがとうございます。